皆さんおはようございます。私は今仙台駅にいるんですけど、これから埼玉に向かいます。行ってきます。はい、皆さん、私は今、埼玉県の武蔵浦和駅に着きました。なんと今日はピンの車であるところへ行きたいと思います。ということで、私は今先ほど映したピンの車に乗り込んでるんですけど、もう見えないかな。この方はですね、僕の故郷山形の大先輩プロゴルファーの深瀬拓也さんなんですよ。もうね、何年ぶりですか。だろうね、下手したら20年、あ、20年は経たねえかな。まあ10年は15年、あ、10年以上経ってるかな。15年ぶりぐらいに今お会いしたんですけど、今ピンで働かれてるということで、これからピン本社ですか、はい、にちょっとお伺いさせていただいて、ちょっといろいろ撮影させていただこうと思いますので、ちょっと車中もね適当に撮っていきたいなと思います。ピンは歴史古いですからね。そうですね、今年でもう62年目になるのかな。もうそうなんですか、はい、なんかドライバー使ってましたよね。そうですね、テックドライバーっていう、もうテックドライバーしたっけ。いや、ちょっとあんまり思い出せないけど、そんなんでしたよね。そうです、そうです、もう本当に昔から使ってたので。i3 アイアンとかね、懐かしいモデルがありましたね。それでバチバチ飛ばしてたっすよね。めちゃくちゃ飛ばし屋なんですよ。もういやいやいや、もうなんか鼻息荒くして飛ばせたイメージなんですよ。あのワールドゴルフで。懐かしいですね。まあ本当昔練習場に働いてたんでね。ですよね、はい、土のところで。そうです、そうです。あそこでめちゃくちゃふんふん打ってた。僕中学校ぐらいの時にガチガチ打ってた記憶。そうだよね、学校終わって、そうそう、いつも練習に来てましたね。行ってて、で研修生で、その後山形ゴルフクラブってゴルフ場に研修生で入って、そうだ、その辺でもうなんか研修会とかで、そうです、なんかもうワンハンぐらいで100切ったりしてますよね。98とかで。そうです、あの9連続バーディーっていうのが、そうそう、なんか研修会で。すげえそれ記憶にあるんですよ。なんか100切ってたらしいよみたいな。そうですね、96だったかな。 96? ワンハンで96って12アンダーですからね。普通36363だから108だから。コースが表沢王で、表沢王、はい、まあ、JCB クラシックってね、前ねツアーやってた、そこで出したんですね。もうそれがピークかな。あれはね、僕結構強烈覚えてるんですよ。でそっからプロテストすんなり通ってですもんね。そっからずっとピンってことはもう、そうです、ラブなんですね、ピンが、ね、そうですね、もうラブですね。そうですか、はい、今日はぜひあの、ね、ピンの軽く打って飛ぶのか、はい、そうですね、いろいろ試してもらえれば。なるほどですね、はい、じゃあちょっと、ピン本社にこれから向かっていきたいと思います。はい、はい、これがピンジャパンの本社入り口になりますので、早速ちょっと入っていきたいと思います。入ってピンさん、もういきなりピンでお出迎え。はい、これがピンの5階のオフィスらしいです。わ、ピン、すごい。小高橋さん、これ説明してください、これ、はい、ここは会議室になるので、会議室になんか入らせていただく、打ち合わせになります。はい、いやー、こんなすごい会議室に入れさせていただいてますね。これから少しね、いろいろフィッティングなんかをさせていただけるということなんで、楽しみにしていきたいと思います。ここが3階のフィッティングルーム。これは一般の方は当然入れないですね。ここになんと今回入れさせていただけるという。おお、すごっ、すごっ。こういう、お、今をときめくトップ女子プロの
バッグとかですね。実際使ってるものと全く同じものです。あ、そうですか。はい、スペックも、はい、シャフトも全部一緒なので、鈴木 iPro 全部見ていただければ全部一緒。はあ、はい、すごい。全部ウェッジとか削ってあります。これは全部優勝、そうですね、優勝した時のものも展示されています。そうそうたるプロのスペック、ここで、あ、これは、金谷くんですね。金谷プロ、いつも僕のチャンネルを見てくれてるらしいですよ。そしてババードさん、すごいピンク、ピンクピンク、すごい、はい、すごいですね。本当にピンクなんですね。はい、です。あ、リフティー、リフティー。あ、グリップ超太い、グリップ超太いです、これ。これ本当にこの太さ使ってるんですか。そうです。はい、下巻きが13枚です。13枚。これですよ。これは超レアですね。これ販売してるわけないですね。販売はしてないですね。まあ、これ実際ババが使ってるのと一緒の、はい、ものです。スペックですか。そうです。全部同じスペックです。ちょっとカメラ越しだから、あ、結構開いてるな、これ結構開いてる、結構の開いてるように感じますよ。ここにボールがあるわけですからね。なるほど、これは素晴らしいものを、歴代の、あ、これが、はい、すごい、全部昔からピンなんだ。ババアさんってずっとピンでしたっけ。そうです、障害契約をしました。じゃあせっかくなんで金谷くんのスペックも構えさせてもらいましょうか。あ、あれ、こんな開いてるんですか。 ロフトあるんですか、こんなに。はい、結構ロフトあります。そして少し開いてるように見えるな。シャフトなんだろう、これ波屋さんのシャフト使ってますね。はい、なるほどですね。へえ。ここは5番アイアンが2本入ってるっていうのが金谷さんの特徴です。あ、そうなんですか。飛ぶ5番と普通の5番ってことですか。はい、でしょうね、多分。はい、飛び系のそうです、5番。はい、へえ、いろいろあるんですね。はい、ありがとうございます。あ、渋野プロ。これせっかくだから、これも。渋野プロの上から見た画像。あ、これ結構ロフトあるんですね、皆さん。これ何度ですか、これ。 10.5 度ぐらいあるのかな。で、まあ、調整もロフトしてるので。なるほど、はい、実際はここでロフトがちょっと変わってるので、はい、これが410ですね。1個前のことです。1個前のこと。これがです、ね、シャフトは、シャフトはベンタスですね。渋野しあ、そんなのも入ってない。これやばいですね、皆さん。これやばいですよ。はい、こんな感じで渋野プロは構えてるとのことです。ありがとうございます。これどうせだったら全部構えさせてもらうといいかもしれない。これが比嘉真美子プロですね。比嘉真美子プロはこんな感じで、構えてるんですね。ヘッドの見え方、結構ロフトあるように見えんだな僕は。でもやっぱり上がりやすいですね、ここまで安心感があると。これはここは純正のシャフトです。純正のツアー、ね、ツアー、あー、そうなんですか。へえ。はい、続きまして最後、鈴木愛プロのクラブ、これは G425 です。あ、これが新しいやつですね。新しいものですね。 10.5、 これも構えさせていただきましょう。あ、これさらに、あ、でも一緒ぐらいかな。結構、はい、皆さんアドレスをしたらこういう感じで構えてください。こういうフェースの見え方でプロの皆さんは構えてるということですね。はい、シャフトは何だろう。これも純正のシャフトになります。なんて言いますか、これ JCB スレート。なるほどですね。へえ。はい、今度普通の人は絶対入れないとこに私今潜入して、いろんなプロのクラブを拝見させていただきました。これは何ですか。ここはまあソフトグッズのコーナーになりますけど、まあ、クラブ歴代のクラブもあ、すごい、ちょっ
と紹介していただきます。強烈ですね、これ。これはもう一番最初ですね、最初のピン、はい、ここから始まりましたね。ここからピン、なんだこれ、ピン、はい、ピンアイ続きました。これ僕高校の時使ってました、ドライビングアイアン。そしてピンジングで、これがピンなんですか、これピン ISI っていうんですかね、これ。これはそれから i3 ブレード、これで i3 プラスブレード、2002年、ここからどう進化していく、あ、この辺も覚えてるわ、2004年、S59 ツアーからの、I5S58 っていうのかな、2006年、2008年、2008、9、11、すごい、13で、あ、だいぶ変わってきましたね、ヘッドがね。アンサー、あー、なこれカーステン、2014年、 I200、 I210、 2018年からの今度2020年、 G710 ってきて、もう歴代のピンのアイアンがここに並べられてますね。すごいわ。そしてここにはピンのグッズ、ゴルフバッグとか帽子、バイザ ー、 あー、これは新製品ですか。そうですね、現行のものと、はい、一部また次の新しいモデルも入っています。これは基本的にカタログに全部載ってるモデルです。なるほど、ピンマニアの方にとってこれたまらないエリアじゃないでしょうか、これ。これはすごいわ、はあ、ありがとうございます。あ、パターもある、ほら、これピンマニアたまらない、パター、歴代のパター、はあ、こうなってるんですね。これが、これ、あ、左利きじゃないですか、これ。そうですね、すべてのモデルが左モデルがあります。あ、なるほど、はい、なんかピンのクラブを使って優勝すると、はい、ゴールドパターが本社から、そのプロに、そうです、え、優勝した契約プロにはこのゴールドパターが、はい、送られる。本社にはこの貯蔵庫があるので、はい、え、じゃあこれは3勝したら3本もらえる。そうです、なので本社に1本と選手に1本、あ、はい、渡されます。なるほど、じゃあこれはババアトさんがマスターズ勝った時も渡されます。もちろんそうです。なるほど、日本だと鈴木愛とか渋野もゴールドパターを持っています。で、今回これを視聴者の皆さんにプレゼントということはないですか。ないです。ないです、はい、すいません。必要な、はい、パターン。なぜかサボテンがあります、これ。それはまあピンの本社がアリゾナフェニックスにあるので。あ、そうなんですね、はい、サボテンがある。サボテンがあるんですね、はい、はい、ありがとうございます。そしてここからフィッティングルームですね。そうです。これですよ、はい